回り込んだ。え。うわ、何も映らんわ。まあ、この時間映らへんからね。あ、だった。あ、来ちゃった。スラブに来た。まあこの時間映らへんやな、何も。あ、だった。あっしゃ、来た。あっしゃ、ダブルヒットした。来たー。一匹バレた。一匹バレてもうたな。二匹かかったけどな。1目した4鉢ぐらいな。した。ありがとう。はいはい、はい、アイロイド、さっきと一緒で、まあただカラーがかっこいいだけで。やばい。チャパソール。チャパソールから、あれは8トラップやろう。あれは8トラップやろう。書いてんのがええかな。針いっぱいついてる方がええかな。はい、回転148。ちっちゃい方ね。ほんま大きい方の方がいいと思うけど、大きいの持ってない。うわー、わかんない。今ちょっとやる気ないな。あれちょっとやる気なさそうやな。うわ、気づかれるわ、これは。最悪だ。スイッチ入ったけど切れた。8トラップじゃなかったみたい。ジャバスおるけどな。8トラップじゃなかったやな今の。
赤松さんこの間ここでスパテンで釣ってたんでね、ワッキーガキやけど僕はオフセットでいきます。ビビるくらい虫やん。どうしたらええねん。フル虫やわ。ていうか今これグラサンいらんわ。暗い。暗って見えへんわ。まあ、ボイルはしたけどな。次に来んなよ、バス。やばいやばい、めっちゃバス当たってきた。うわぁ、マムであかんのか。おっしゃ、食った。普通にサイズで食った。細いな細いな、ガリガリやなこいつ。普通にサイドで食ったと思ったら細いな。オッケー、まあアユロイド嬉しいけど細いな。一番細いっすわ絶対に。みんなコンディションいいのに。だから食ったやろなこいつが。まあありがとうな、ごめんな、ちょっと早く逃がしてあげよう。はい、ありがとう。アユロイドええやん、これええな。なんかカラーがめっちゃかっこええな思って買ったんですよ。めっちゃリアルじゃないですか。ほんまはジョイクロのね、あの、ジャー油一番人気から。あれ欲しかったんですけど、売ってなくて。ちょうどこれ中古で売っとったんで。もうこれでええわ、思って。タイミング次第では8トラップとか。最悪や、最悪、絡みよった、下手くそやった。食いミス、めっちゃ下手くそやな、食うの。うわ、下ってもた、マジか。めっちゃ下手くそ。あかん、我に返ってもらって。あれめっちゃスイッチ入ってんねんな。うわ、スイッチ切れたんじゃん今。見ました今、何回も食ったん。スイッチ切れてもたな。難しいな、あいつかけんの。シンプルにかかれへんかったよな、食いミスが。今のもアフターやったな。タイミング良かったら8トラップも言うた瞬間バスブワーン出てきて。あ、ボイルやボイル。あっしゃ、乗ったのにバレた。
ファーストミスった。終わった。くっそー、来てる来てる。よっしゃ、待った。パニックアクションで来た。連発やん。ちょっとお前らスイッチ入れよ。ここでお前らがスイッチ入ってくれたら。入れへんな。そんな簡単にダブルヒットはできへんな。よいしょ。これはね、ボイル収まってからのパニックアクションで食ってくれた。よいしょ。はい、めっちゃ水飛ばされたけど45アップありがとう。すげえな、朝魚スイッチ入りまくりやな。ただダブルヒットは無理っすね。朝一一発でダブルヒットしたけど、ちょっと狙いすぎてるな。それを狙ってまうすよね。でもちょっと今年ダブルヒットのチャンス多すぎて。っていうか、こっから出てきたやつどこ行ったん。あんなスイッチ入ったのに、うん、もうおれへんな。ボイルした後はやっぱこの、まあ、SGK ビッグウェイトって強いですよね。2年前かな、ジョイクロの、まあ、使い方みたいな動画アップしたんですけど、まあ、その時も説明したように邪悪でね、ちょっとこう竿を上方向とかに邪悪すると、まあ、こう基本的には左右のダートなんですけど、それにプラス浮き上がりが生じるんですよ、たまにね。でそれを狙って出すのって結構難しいんですけど、まあ、もうちょい硬い竿やったらうまいこと出せるんですけど、ちょっとこいつはね、そこまで硬くはないんで、それはちょっと難しいんですけど、そのアクションが出たとき、バス狂ったように出てくるんですよ。さっきボイルでね、見切っとったんですけど、あれバスかな。そのアクションが出た瞬間、下からバスがブワー浮いてきて、あ、バスやけどあかん。全然あかん。めっちゃ嫌って下ってった。やっぱ普通に食わすのはだいぶ難しいな。バスはそこにめっちゃおるんですけどね。うわ、出てきた、バス出てきた、出てきたけど無理無理無理、スイッチ入ってないわ。去年もそうやったんやけど、ここね、結構なんかこのアユカラーにジャッジが厳しくて、このリアルプリントはね、ほんま反応いいんですよ、マジで。カラー関係ないって言ってる僕やけど、このリアルプリントはね、なんか効いてる気がする。わからへんけど。気がするだけかもしれんけど。おるけどな、バスは。あ、むずいな。来た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 。まだやってる、まだやってる。キャストを決めるんや。あかん、あかん、無理やった。キャストが下手やった。岸から10センチぐらいのところに落としてしまいましたね。岸から1センチに落とさなあかん。惜しかったな。まだバスはいけんねんな。スパテンとかで来たんのかな。難しいなぁ。まあスパテンは食わへんでしょうね、多分。だって追いかけてんの魚やもんな。なんかね、そのフィールドによっては、まあ、魚を思いっきり食っててもロングワームが大好きなフィールドとかあるんですけど、このフィールドはね、
結構その辺の癖が強くて、まあここへねよく来る人は分かってくれると思うんですけど、そういうなんかねマッチダベイトじゃないものに対してすごいジャッジが厳しいんですよ、ほんまに。なんかねその好奇心を煽るようなもの、例えばフカベイトであったりとか、そういうものにも反応がすごい悪い。やっぱりロングアームあかん、そこにも行けへんけどな、いっぱい。いっぱいおるけど全く無視やな、全く無視。じゃあバス行ってるわ。映ってんのかな、このここ映ってんのかな。でこれ GoPro とかカメラに映ってないだけでね、どっさりいます。でも投げても釣れへんから、これスピニングに習っても釣れへん魚やから、基本的に。イージーには釣れへん。正直ほんまにね、ボイル、大チャンスっていうか、もう、もはやボイルしか無理ちゃうかなぐらい。今はね、朝一、一投目とかはまあまあ、やっぱり、ね、反応してくれるけど、そっからはなかなか難しい。お、みんなスイッチ入って向こう泳いでった。向こうにベイトがおるんやろな、多分。で、一匹がちょっとスイッチ入って、みんなそれを追うように、奥へ行ったけど、もうここには今一匹も残ってない。全員で動くから、すごいですよね。ちょっとここ、この辺に陣取っとくか。この辺にしゃがんどくか。それが一番いいかもしれない。で、このボトムにも絶対いてるんですよ。この群れからはぐれた奴らって絶対いてて、バスってね。やっぱバスにも、何？チームがあるんですよ。チームがあって、絶対に、そのみんな一緒におるわけじゃないから、単体の孤独なやつも絶対いけるんですけど、なんせ、こっから攻めたら釣れないんですよね。ここ水撒いてるとこじゃないですか。で、まあ、ここにピット落としても、まあ食わない。ここで釣ろうと思ったら、向こうから投げる。向こうからここへ投げて、まあ、転がしていくとか。そういう釣りじゃないとね、まず食わないんで。だから今は、その、ボイルが起こるのを待ちながら、ちょっとこうやって観察する方がいいですね。その、無駄にルアーを投げてしまうと、もう釣れるだけなんで、賢くさせてしまうだけなんでね。基本的に僕は、こう、バスがいっぱい見えてるところ来た時に、極力無駄なキャストはしないです。で、あ、こいつ食うなーっていうポジションに入ったやつとかには狙いますけど、基本的に、こういうところで無駄にやたらには投げない。ボイルしたけどあかん。終わった。クタ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 。あかん。食いミスった。食いミスって終わった。ボイルしたけど。キャストは100点やったんやけどな。見切られた。バスの方がちょっと上手やった。そう、ほんで、まあ、こうやってキャストを重ねていくごとに、その、ボイル打ちでも食えへん魚に仕上がっていくんですよ。だんだんね。で、食うフィールドは食うんですけどね。もうクーヒルダボイルやって、もうボイル収まってから、もう15秒後とかに投げても食うやついてるんですけど、マジでここの魚は、厳しい、ジャッジが。ただでもバスが多いんで、釣りやすいです、正直ね。正直その難しい。バス一匹一匹の知能はかなり難しいんやけど、結局バスが数多いんで、やっぱり釣りやすいです。そのボイルもね、起こる回数もやっぱ他のフィールドより多いと思うし、バスが多ければね、その分やっぱりこの、ベイトを見つけて、ベイトに対してスイッチが入ってっていうね、その回数が絶対に増えるんで。ほら、今はね、もうそこに。あいつ53ぐらいある。こいつね。こいつ53ぐらいある。めっちゃでかいっす。どうせ釣れないんで、僕は座って見守るだけと。さっきエイトトラップで何回も狂っとったのあれ惜しかったな、ほんまに。あいつ53ぐらいあったんですよ。でも細かった。色もね、白かって。まあ、アフターですね。まあ、ここの、バスは、アフターは白いんですよ。フィールドによって違う。アフター黄色いとこもあるし、アフター薄緑のとこもあるし、ここは青白い色が基本的にアフターですね。で、もうちょっとそのアフターよりもさらにちょっとコンディションの悪い魚、まあちょっと多分なんかの病気かなっていう魚は、緑っていうか黄色っぽい色してますね。ちょっといいとこに入ったな、あいつ。あーあかんわ。いいとこに入ったな。待って、竿振った瞬間下っていきよった。見えとったんかな。そ
そんなまさかな。はい、レイジーセブン、セブンっていうか 7.7 か。岸向いてるバスがいっぱいいてるんで、こっちへ投げて、うわーめっちゃ嫌かった。あーもうみんな嫌、誰も反応せえへん。うん、待ったかあかんわ、反応すらせえへん。昔にね、ティモコのハッタクローラーでやってたんですけど、最近ハッタクローラー見なくなって、で最近ね、今月からなんかこのスキニーイールのエラストマーってやつが発売されたんで、ちょっとこの旧小池にスキニーイールエラストマー4本掛けリッチセッティングで、モリケミニグですねの 5g、 まず沈むかな、これ。お、沈む、これ反応しそうやけどな。ほい、飛ばへんな、めっちゃ軽い。絶対見たことないんやけどな、これ。あー、あかんわ。見たことないとか関係ないみたいやわ。見たことないとかよりも餌かどうかっていう。おお、全く無視や。心折られるな、これは。反応すんちゃうかな、思ったのに。思いっきり無視ですわ。これにはちょっと心折られるな。うわ、マジで。回してなかった、最悪や。もう今ずっと喋っとったのに、パッてこれ、カメラ見たら回してなかった。うわ、最悪や。今の食わせ方、むっちゃ気持ちよかったのに。ボイルも全くしてなくて、普通にギルフラット投げたんですよ。んだら、42ぐらいのが、ブワーッと突進してきて、で、もう普通にジャークでピュッてやったら、ボン食ったんですよ。で、食って、で、その食った瞬間に、こいつが、猛突進してきたんで、42ぐらいのやつ、吐けへんかな、思って、ちょっと、送ったんですよ。んだら、ペッて吐いて、で、吐いた瞬間、こいつが一気に丸飲み。ギルフラット。っていう、めっちゃ気持ちいい釣れ方したのに、取ってなかった。終わってるわ。こんな解説したところですわ。台無し。マジか。YouTuber たるもの、動画は回しなかったら、ノーカウントなんで最悪や。楽勝5ジャップ。はい、ギルフラットばっくり。ギルフラットすごいやん。最悪や。でもほんまにほんまに最悪。今の食わせ方めっちゃ気持ちよかったのに、42ぐらいの食った瞬間にハケ言うて送ったんですよ。踏んだらパッ吐いて、そのもうペッて吐いた勢いでもうこいつがスイッチ入ってドーンって思いっきり下から食い上げてきて、どうせカメラには映ってないですけど、そんなバイトシーンね。まあ食い方想像してください。残念すぎる。本日最大フィッシュがばっくり丸飲みやな。すごいな、やっぱギルフラットはすごいな。はい、51。はい、51。さっきまでもっとでかいのおったけど、今おる中では一番でかかった。そういう話もしとったんすよ。合わせた瞬間に一番でかいの食ったとか言うたら、痛い痛い痛い、ありがとう、ありがとうな。連れてくれたことは嬉しいよ。楽しかったし。残念すぎる。マジか。めっちゃええ食い方やったし、もうフッキング完璧やったのにな。さっきそういや止めたんすよ。なんかこれカメラ熱なっとったんで止まるんちゃうかな思って。このね、アクションカメラね、使ってる人は分かってくれると思うんですけど、熱暴走どうしてもするんすよ。で、今年からね、GoPro じゃなくて、DJI っていうね、オズモアクションっていうね、カメラに変えたんですよ。で、これは GoPro に比べたら圧倒的に熱暴走しにくいんですけど、で、翔黒くんもね、おすすめしてて、翔黒くんにおすすめされて買ったんですよ。で、実際 GoPro の5倍ぐらい持つんですよ。でも、やっぱり熱暴走するんですよ。で、さっきちょっとね、この GoPro とかつけてる人、多分、あ、わかるってやるんですけど、熱暴走する前ってね、カメラがすごい熱々になってくるんですよ。で、熱々になったら熱気が上がってくるんですよ。熱気ってこう上に上がるじゃないですか。なら、首につけてるもんやから、この顎がね、あったかなってくるんですよ。で、熱くなってきたら、もう止まる寸前なんですよ。で、今これね、熱くなってきたんですよ、さっき。だから止めたんですよね。止まってまうわ、思て。で、なんかチャンスあったら投げよう、つけて投げようと思ったのが、いつもそれ考えた時忘れてまう。それが、GoPro ではよく起こるから、オズモに変えたのに、
結局大相撲でも同じことをやらかしてるんで一緒やんて。ほんまが仕事のできへん人間ですわ。魚は釣れても仕事はできへん、そんな感じです。ギルフラット気持ちよかったのにな。でもすごいな、何投げても基本的に無視、フル無視するバスたちがギルフラットめちゃくちゃ反応いい。ただ今日ギルフラット1個しか持ってきてない。今年ギルフラット反応そんな良くなかったから動画にも登場あんましなかったじゃないですか。投げてるんですよ。ギルフラットは僕大好きなんですよ。どこ行くんでも絶対に入れてるっていうぐらい好きで、基本的にね大好きなルアーやのに今年はちょっと反応が悪くて、まあ、入れてないことが多かったんですけど今日は反応ええな。まだギルフラットやったら釣れるかもしれへん。でもね、一番でかいの釣ったんでね、バス散ると思うんですよ。てか散ってるんじゃがね、今。めちゃくちゃ風減ったな。そりゃそうやな。なんかね、バスってどっさりおって、ちっちゃいの釣っても全然減れへんのに、一番でかいの釣った途端減ったりするんですよね。一応そこにいてるわ。いてるけど。ギルフラットのいいところ、やっぱレイジーとかと使い方似てるんですけど、こいつマス張りで、やっぱトリプルじゃないんでね、寝かかれへん。寝かかれへんのと、うわ、めっちゃ反応してる、めっちゃ反応してる。やばいな、ギルフラット。バスめっちゃ集まってきた。めっちゃ反応ええやん。でもあかんな。うわ、めっちゃでかいの突進してきた。やばいやばいやばい。うわ、あかんか。どうなってんねん、めっちゃ反応してる。あかんねや。惜しい、めっちゃ反応する。やっぱギルフラットマジすごいな。対岸もいける。バスいっぱいいける。怖い。よっしゃ、ギルフラットドリフト。うわー、ギルフラット飛んでもた。最悪や、1個しか持ってきてないのに。終わった。マジかマジかマジか。うわ、ギルフラット、ギルフラットあったらまだまだ魚釣れるって。これ最悪や、最悪ですわ。めっちゃ最悪。車に行ったら1個だけあるけど、まあ、最悪やな。釣れたことは嬉しいけど飛んでもた。ありがとう。はい、4ジャップ飛んでもた。このトレーラーロックつけてたんですけどね、最悪だ。ありがとうな、ありがとう。いや、ギルフラットやばいわ。やばい、ギルフラット。村上さんありがとう。いや、ありがとうは上からやな。ありがとうございます。こんな紙ルアーを作っていただいてっていう感じですわ、マジで。くっそー、でも大事な1個がなくなってもたな。あのね、レイジースイマー、ギルフラット、この辺りはほんまに替えが効かないんですよ。なんかね、唯一無二というか、もう、まあ、レイジースイマーはハドルトラウトで代用可能か。ギルフラットってね、マジで特別なんですよ。オンリーワンなんですよね、ギルフラット。かっこよく言ったらほんまにあれでしか魚反応せへん時あるから、今日それですね。